ロイ、ここまで来られたのは記憶と理由を他はない。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の戦術、帰りの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。だって、取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。え？エオは確かにルーキスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。大切な家族のために、ちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだって分かったからな。心外だ。こんなことも言われて、これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。
けるわ。移動惑星地図確認、全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため。一斉射撃だ。メイス、ここで捕らえる。まだ諦めていない。行かせるか。まだだ。俺だって諦めるわけには。これをやめたら今度こそ俺には何も。ここはうちは初めてだったか、小僧。グラートさん、気にするな。走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。だいたいお前
何しに来たんだ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの？壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの？ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない、帰る家だ。そうだろ？リオ、どうして。確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。してごめんなさい。リオ、リオ。いいか、エスト、君は耐えれるんだ。居場所は俺とフィオが作る、必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。